まろ YouTube。 どうもヒカキンです。ヒカキンさん、ヒカキンさん、朗報ですよ。今年初、なぜかこの時期に洗濯役者来ましたよ。どうですかヒカキンさん。じゃんけんタイ、最初は、じゃんけんポン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 。ヒカキンさんはじゃんけんがしたいということで、じゃんけんやらしておきましょう。はい、こんにちは、こんばんは、シャドウです。今回はですね、めちゃめちゃ豪華なお知らせね、全国大会下に書いてあった通り、タイブレイク杯も来ました。いうことでお知らせ見ていきましょう。お知らせに来まして、プロ野球スピリッツエース2000万ダウンロード突破、2000万ダウンロード突破したと。2月4日火曜3時より明日、特別なキャンペーン開催予定いたします。で、まあ、引退席、退団に伴う排出停止。で、こちら見てみましょう。秋山選手、ハーマン選手、酒井選手、あ、ボルシンガー投手、え？あれ、ボルシンガー投手退団なんの？シルエットになるんや。うわー、シリーズ1の、ボルシンガー投手持ってるけど、あれ、シルエットになるんや。エプラー選手、マレーロ選手、ロメロ選手。巨人が、ゲレーロ選手、ヤング、ビンヤベラ、山口俊選手、DeNA 都合選手。阪神が、ジョンソン選手、ドーリス選手、鳥谷さん、我が阪神鳥谷さん。で、広島レグナルト、中日ロドリ、うわー、ロドリゲス欲しかったな。で、ヤクルトハフ、バレンティン・ブキャナンさんが、排出停止になりますと。で、自チーム帯狙うちスカウト、これは闇ガチャなんでね、皆さん、引きたい方は引いてもいいやけど、あまりね、無課金、美課金にはおすすめしません。2019、ま、期限で排出。ま、そしてですね、ガチャ追加、2019年に S ランク先発&野手、A ランク中継ぎが登場しました。ガチャはグレードアップスカウト。で、さらにイベントがですね、フロスピフェスタもめちゃめちゃ更新あるんよ。2周年じゃ2000万ダウンロード記念なんで、フロスピフェスタが2月6日木曜3時まで、全国大会あり、フロスピフェスタあり、で、まあ、プロスピ交流戦もある。めちゃめちゃ豪華やね。いや、しかも経験値 1.8 倍と。で、全国大会、ブレイク杯2月12日までありますよと。で、2019 S ランク先発、これ見ていきましょう。2019年最大スピッツなんと3200、パリーグの登場選手が、高橋選手、和田選手が来たよ。これめちゃめちゃ嬉しい。で、石橋選手、西野選手、杉浦選手、田島選手。で、リーグ、高橋選手、伊能選手、高橋春人選手、欲しい、栗選手、梅津選手、高根選手。新登場の野手 S ランク、パリーグが佐藤選手、川島選手、田中選手、平沢選手、杉谷選手、小田選手、セリーグ、重信選手、柴田選手、原口選手、欲しい、田中選手、遠藤選手、山崎選手と。新登場の A ランク中継選手はこちら、小川選手、高橋選手、高梨選手、松永選手、久門選手、海田選手だってる、海田選手、海田選手、セリーグ、沢村選手、三島選手、岩崎選手、中村選手、福選手、近藤選手と。一番上に戻りまして、一番重要なプロ野球スピリッツ2000万ダウンロード見ていきましょう。いつもプロ野球スピリッツエースをご利用いただき誠にありがとうございます。プロ野球スピリッツエースはついに2000万ダウンロード突破いたしました。2000万ダウンロードを突破記念して2月4日火曜3時より特別なキャンペーン実施いたします。でね、ここがめちゃめちゃ重要なんですよ。 S ランク選択契約書2000万ダウンロード記念付き2000万ダウンロード突破10連福袋をはじめ特訓成功率 1.5 倍キャンペーンなどの開催を予定しておりますと。さらに10人中1人は S ランク選手確定、10連スカウトがお一人様1回限りでなんと無料で引ける2200万ダウンロードスープレゼントスカウトを開催予定と。めちゃめちゃ豪華。いやもうマジでね、これが来るんやと。 S ランク選択契約書2000万ダウンロードについて、 S ランク選択契約書2000万ダウンロード記念は2020年2月4日火曜までに追加された2019シーズン2の S ランク選手から2位の選手を1人選んで獲得できるアイテムです。このね、S ランク選択契約書っていうのは、いつ出るかと言いますと、アニバーサリー後にね、まあ、毎年出てるんですけれども、まあ、今年初のシリーズ2の選手が、まあ、大体揃ってきた後に、まあ、出してきましたと。まあ、多分ね、画像が貼ってある通り、選択契約書ってね、まあ、何年目でもらえるかと言いますと、50年目でもらえるんですよ。で、ここのね、選択2000万ダウンの S 選択契約書も、まあ、50年かな、やはり、まあ、それぐらい引かせて、選択契約書っていうのを50連で付けてくると。まあ、2000万ダウンロードが30連で選択契約書来るんじゃないかなっていうのをね、生放送でコメントしてる方いたんですけども、30連で来る？いや、来ないで。そんなにね、まあ、この時期ね、なぜにね、選択契約書を出すということは、3200の選手は大体揃ってきてるんですよ。でね、もうすぐ別のように大同だ。これが重要でして、3300スピリッツ。3200の選手と、比べてみますと、衰えてるわけよ。このゲームはスピリッツゲー。なので私の考えは、コナミさんはここで選択契約書を出すことによってベスト9タイトルホルダーを上げてると、まあ、考えております。まあ、選択契約書が30連で手に入るのか、50連で手に入るのか、まあ、どちらかを予想しますと、アニバ直後に出た選択契約書同様、50連目で、出てくると予想しております。
続きましてイベントプロスピフェスタの方に、ね、見ていきたいんですけど、2月3日サンジョリイベントプロスピフェスタ開催します。期間中に V ロード、エシネン、チャレンジスカート、いずれの市街の方とフェスタチケット3枚獲得できます。バーって書いていって、で、まあ、ローテーションチャレンジの A ランクももらえますということで、プロスピフェスタ見ていきましょう。まずは報酬一覧の方を見ていって、まあ、報酬はですね、10エナジー、まあ、補助券は必ず取ってください。ゴールチキがあり、12、10、35かな、まあ、35エナジーありますと。これは必ず、補助券だけは必ずね、取ってください。まあ、一番重要なことを言いますと、プロスピフェスタを走るか走らないか、結論から言いますと、絶対に走ってください。理由としてはですね、まあ、こちらちょっと見ていきましょう。段位認定制というね、サブイベントが来てるんですよ。こちらね、私ちょっとね、1日か2日サボってしまって、まあ、得点がないんですけど、今 1.8 倍と。1.8 倍にプロスピフェスタ。これっていうのはね、プロスピ史上で一番神イベのコラボなんですよ。まあ、一番神のコラボでどこを走るのか、まず一つが V ロード。で、その次が試練と。まあ、この2択があって、どちらを走るべきか対象になる人の特徴、言っていきましょう。まず V ロードを走る人、無課金、美課金の方、こちらね、 V ロードは必ず走ってください。 V ロードを1から最後まで走ろうとすれば、40ぐらいかな、まあ、それぐらいエナジーかかるんですけど、プロスピフェスタのイベントがあることによって、まあ、10エナジーぐらい減らせるわけですよ。で、30エナジーで V ロードの報酬により、まあ、そこからね、まあ、9エナジーぐらい減らすんで22かな、エナジー還元で一周走るわけですよ。だから普通の通常で走るよりかはお得。なおかつ経験値 1.8 倍で B ランク育成で、育成した選手を特訓にも使ってもいいし、経験値変換にもしてもいい。めちゃめちゃね、神のイベントなんで、まあ、ぜひとも無課金美課金の方は V ロード、走ってください。もう一個の試練の方は重課金者美課金者が、リーグオーダーを高めるために、まあ、走ってもいいのかなと。無課金美課金にはおすすめしない。それやったら V ロード走って育成して、特訓できる素材を作って経験値変換してください。去年追加された選手の方をパパと、紹介していきましょう。佐藤選手ミート60、62、66、まあ、補給裏瀬がこんな感じ。特殊能力はプルヒチャンスメカ走塁と。でソートバンクは川島さん、セカンド C のコス26、弾道5弾とミートが66、64、73、裏瀬がこんな感じです。特能がこんな感じ。楽天が田中選手来ました。センター C のコース27、弾道が中弾道、ミートが64、69、78、裏捨てこんな感じです。特殊能力、ロッテは平沢さんが来ました。ショート C のコース25、弾道高弾道、ミートが53、62、71、裏捨てです。特殊能力、日ハム杉谷選手来ました。セカンド C のコース26、弾道低弾道、ミートが54、64、74、離婚からの力で頑張ってください。お願いします。セカンド取ってください。セカンド、裏捨てがどこでも回れるユーティリティプレイヤー。特殊能力はこちらです。でオリックスが小田選手、ライト C のコース26、弾道低弾道、ミートが61、63、79、裏捨てがこんな感じ。特殊能力、で巨人が重信選手が来ましたと。レフト C のコース26、弾道グラウダー、ミート64、60、82、裏捨てです。特殊能力、ベイスターズ柴田選手来ましたと。セカンド進路コース25、弾道低弾道、ミートが53、59、67、裏捨てです。特殊能力、我が阪神原口選手来ました。保守 C のコース26、弾道中弾道、ミートが66、66、60、裏捨てです。特殊能力はこちら、ハープが田中選手来ましたと。ショート B のコース27、弾道中弾道、ミートが66、64、77、裏捨てがこちら。特殊能力です。中日が遠藤選手来ました。 ライト C のコス26、弾道中弾道、ミートが65、61、72、裏捨てです。特殊能力、ラストヤクルトが山崎選手、センター B のコス26、弾道低弾道、ミートが60、56、78、裏捨て。特能です。まあ、見た限り野手はね、ちょっとステータスが低い人が多いかな。あまり狙うべきスカウトではない。純粋の方はめちゃめちゃ狙うべき。で投手パッパと見ていきましょう。高橋選手先発エスのコース27、69、65、73、優秀がですね、おー高橋選手、うん、特殊能力キレ援護と打たれそうでした。エソートマンクがですね、和田選手、いや和田選手めちゃめちゃ嬉しい。先発エスのコース27、72、72、64、優秀がですね、このツーシームが使えるんじゃないのかなと、リアタイで。いやこれちょっとね、欲しいっちゃ欲しい。2800のね、9位80の和田選手持ってるんで、
特殊能力伸び対ピンチコントロール、いいね、めちゃめちゃリアタイ要因。楽天が石橋選手、先発ですのコース27、9位73、76、69、球種がですね、豊富と。中継ぎもできます。対右打者、おこれ新しいんじゃない、対右打者はなかったよ多分。コントロール、クイックも、クイックという新しい得のもありますね。でロッテが西野選手来ました。先発エースのコース27、9位が74、68、66、球種がこちら中継ぎ先発できます。特殊能力タイピン、キレ、脱三振。日ハムは杉浦選手、先発エースのコース27、9位が73、70、64、ストレート、第2球種が縦スライダー、特能伸び、脱三振、キレ。オリックスは田島選手、田島選手特に使っても A60、先発エースのコース27、9位73、69、71、球種が豊富ですね。これはね、先発要員としても使えます。特能が伸び、タイピンチ、非対右。巨人がですね、高橋選手、先発エースのコース26、9位73、60、66、ストレート、スライダー、カーブ、スクリュー。僕のがタイピンチ、援護、キレ。伊能選手来ましたね。先発エースのコース27、9位73、71、78。スプリットの9位が A。第2球種がこちらと。僕のが安定感、キレ、タイランナー。我が阪神、高橋選手、これ欲しいね。先発エースのコース27、9位73、73、69。いいね。通信持ってる、ストレート。僕のが脱三振、伸び、タイランナー。ちょっと狙っていきたいなと、阪神優勢の方で。A カープがクリさんが来ましたと。先発エースのコースの27、9回74、71、70、球種が多いですね。球種豊富、先発中継ぎできます。特の援護、キレ、打たれ強さ。中日が梅津選手が来ました。先発エースのコースの27、9回74、64、68、球種が、先発中継ぎもできます。第2球種がこちら、特の脱三、キレ、援護。最後がヤクルト、高根選手、先発エースのコース27、9回69、69、78、ストレート、スライダー、カーブ、フォーク。特殊能力が伸び、脱出し、対左。やはり純正の選手が多いかなと思います。無理に狙う必要は全くもってなし。はい、ということでね、2000万ダウンロードでめちゃめちゃ豪華なお知らせが来ました。プロスピヘッサは、さっき言った通り、無課金、美課金者は V ロード、重課金者、美課金者は、試練でね、新しい特能を上げてくださいと。で、全国大会も来ました。全国大会は、必ず累計までやってくださいということで、今回は以上。